おはようございます。ウェザーニュースの白井ゆかりです。1月24日水曜日の全国の天気をお伝えします。まずは西日本です。今季最強の寒気が流れ込み、山陰や九州の北部では雪が降ります。平地でも雪が積もるところがありそうです。太平洋エリアや沖縄では日差しが届くところもありますが、にわか雪やにわか雨が心配です。昨日との気温差が大きくなりますので、体調の管理にご注意ください。続いて東日本です。北陸では冬の嵐となります。吹雪や積雪、落雷に注意が必要です。関東など太平洋側のエリアでも日差しが届くところが多くなっていきますが、にわか雪の心配があります。特に東海の西部のエリアでは夕方から雪が積もる恐れもありそうです。路面状態の悪化や交通機関への影響にもご注意ください。最後に北日本です。日本海側を中心に雪の降り方や風が強まり、荒れた天気となります。吹雪による視界不良や積雪の急増、山沿いでは雪崩にもご注意ください。一日を通して氷点下のところが多くなりそうです。暖かい服装でお過ごしください。以上、全国の天気をお伝えしました。それでは今日も一日頑張っていきましょう。